今日は USB 充電器を分解して中身を見ていきます。 USB 充電器の動作原理としては AC アダプタと同じです。前回分解したパソコン用の AC アダプタ、こちらとの違いも比較していきたいと思います。こちらが今日分解する USB 充電器、アンカーのパワーポートミニです。入力は交流 100V から 240V です。出力の電圧は 5V、 2.4A になっています。蓋が外れないタイプなので電動工具で分解します。外装部分と回路部分を切り離しました。回路全体はこのようになっています。ネジで止まっている部分があるので、これをさらに分解していきます。ちなみに回路自体は非常に小さくコンパクトにまとまっています。ケースから取り外した状態です。基板は2枚に分かれています。こちらの基板は主に 100V 以上の高電圧を扱う基板です。一方でこちらの基板は USB に供給する電圧 5V を扱う基板です。2つの基板で扱う電圧のレベルが違いますので、物理的な接触を避けるために黒いカバーがされています。カバーがあることで低圧側と高圧側の物理的な接触を避けることができます。黒いカバーは邪魔なので取ってしまいます。まずパソコン用 AC アダプターと USB 充電器の大きさを比較してみたいと思います。左側がパソコンの AC アダプター、右側が USB 充電器です。大きさはかなり違います。この理由は2つあります。まず扱う電力が違うからです。パソコンの AC アダプターは 80W の電力を扱うのに対して、 USB 充電器は 12W の電力しか扱いません。扱う電力の違いが大きさの違いになって現れます。2つ目の理由が、パソコンの AC アダプターは約10年前に製造されたものです。これに対してアンカーの USB 充電器は2年前に製造されたものです。8年前のものと2年前のものを比較すると、例えば内部に使われている半導体の素子の性能が向上したりだとか、受動部品の性能が向上したりだとか、そういったことを考えると新しいものの方がより小型化できます。例えば最近の AC アダプターでガリウムナイトライドを使ったものなんかがあると思います。それなんか 60W の電力を出力できるんですけども、非常に小さいですよね。そういった年式の違いというのも大きさの違いになって現れます。3つ目の理由なんですけど、単純に部品点数が少ないです。 USB 充電器は小さいことが求められていますので、部品点数を少なくして小さくすることが必要です。次に回路の入り口部分から順番に見ていきます。ちなみに入り口部分というのはコンセントからつながっているこの部分ですね。この部分にコンセントから来ている 100V が加わります。こちらが AC プラグです。こちらの裏側を見てみます。コンセントに差し込む部分と金属の部分はつながっています。そしてこちらに引っ掛ける部分があります。反対側についても同じです。コンセントの金属部分と回路の金属部分が接触することによって、AC アダプターの回路部分に電圧が供給されます。こちらの端子2つに電圧が供給されます。まず最初に基板表側を見てみます。この部品最初形が似ているので抵抗かと思いましたが違いました。この部品はヒューズです。前回分解した AC アダプターに使われていたヒューズには箱型のものが使われていました。パソコンの AC アダプターはスペース的にかなり余裕があります。なので箱型のヒューズを使うことができます。USB 充電器には十分なスペースがありません。なのでこのような小スペースなヒューズが使われています。その後こちらのブリッジダイオードという回路に電圧が供給されます。実際に動作しているところの電圧波形をこちらのオシロスコープを使って見てみたいと思います。配線を接続するためにハンダ付けをします。先ほどハンダ付けした線をコンセントに挿します。接続できたのでスイッチを入れます。黄色の波形はコンセントから来ている電圧です。青色の波形はダイオードブリッジを通った後の波形です。全波整流されています。赤枠で囲った部分が全波整流するためのブリッジダイオードです。
ブリッジダイオードの基本的な役割としては交流の電圧を直流電圧に変えます。交流電圧がプラスの期間ではこのような経路に電流が流れます。交流電圧が負の期間では違うダイオードを通って負荷に電流が流れます。このような動作をすることによって交流電圧を直流電圧に変換することができます。フルブリッジダイオードの動作については以前の動画でも紹介していますので、ぜひそちらも見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。この波形なんですけども、負荷装置を使って負荷を通っている状態です。どういう状態かっていうと、この USB 充電器がスマートフォンを充電している状態を再現しています。負荷の状態、つまり充電の電流を変えてみると、このように波形は少しだけ様子が変わります。ブリッジダイオードを出た後の電圧が 0V まで落ちないのは、そのすぐ後ろに電解コンデンサーがあるからです。基板裏面にあるダイオードブリッジを通った後、回路はどこへ接続されるかというと、基板表面にあるサーミスタという部品に接続されます。見えづらいと思いますが、この黒い部品と黄色い部品の間に挟まっているこの部品がサーミスタです。サーミスタの基本的な役割としては、 USB 充電器をコンセントに接続したときに当然スイッチを入れると思います。このスイッチを入れたときに流れる突入電流防止のためにサーミスタが使われています。特にこの回路はコンデンサインプット型回路といって、ダイオードブリッジとサーミスタを通った後に電解コンデンサーと呼ばれる部品に接続されています。ダイオードブリッジと電解コンデンサーを直接接続してしまうと、ものすごい量の突入電流が流れることになります。それを防止するためにサーミスタが使われています。サーミスタを通った後、どこに接続されるかというと、この黒い円筒状の部品に接続されます。この部品の名前は電解コンデンサーと言います。表面に電解コンデンサーの容量と耐圧が書いてあります。この場合だと12マイクロファード400V、つまり静電容量が12マイクロファラド、帯電圧が400V です。こちらの電解コンデンサーの部分、よく見てみるとパイ型のフィルター回路になっています。電解コンデンサーのすぐ後ろに緑色の部品があります。これはインダクターです。インダクターを電解コンデンサーで挟み込むことによってパイ型のフィルター回路を構成しています。これは後段にあるフライバックコンバーターと呼ばれる電圧を変換する回路から出されるノイズをフィルターするための回路です。前回分解したパソコンの AC アダプターは交流の部分に入力フィルターがありました。一方で今回分解した USB 充電器は直流側にフィルターがありました。2つとも同じ AC アダプターなんですけど、そういったところに違いがあります。2つの電解コンデンサーとインダクターで構成されるパイ型フィルターのすぐ後ろにはフライバックコンバーターがあります。これはパイ型フィルターの 140V の電圧を USB で使う 5V の電圧まで高圧する変換回路のことです。フライバックコンバーターは3つの部品で構成されます。1つ目が変圧器、 140V の電圧を 5V に変えます。2つ目がこちら MOSFET です。スイッチングする素子のことです。もう一つの部品は低圧側の基板にあります。基板の裏面についているこの部品です。これはダイオードです。ちなみに今回の回路には放熱のためのヒートシンクはありません。これは使用する電力が小さいからです。これはフライバックコンバーターの動作波形です。負荷がない状態です。つまり充電電流は 0A です。波形を拡大します。黄色い波形が変圧器1次側の電圧、青い波形が変圧器2次側の電圧です。このフライバックコンバータ、電流不連続モードで動いています。こちらで MOSFET がオンして、この時点で MOSFET がオフします。この期間まで2次側に電流が流れています。この時点で変圧器に流れている2次側の電流が 0A になります。そうするとこのように振動を始めます。負荷を大きくしてみます。負荷が大きくなった場合、スイッチング周波数を高くすることで負荷の電圧 5V 一定にしています。ある程度のところまで負荷がいくとスイッチング周波数は固定になります。これは制御している IC がそのように決めているからです。これ以上スイッチング周波数を高くしていくと変換器の損失が大きくなるため、ここでストップします。
これ以上負荷が大きくなった場合どうなるかというと、MOSFET がオンしている期間の幅を変えることによって負荷の変動に対応します。ちなみに無負荷時のスイッチング周波数、ここからここまでの周波数は 3.6kHz です。で、どんどん負荷を大きくしていった時の周波数はどうなるかというと、負荷を一番大きくした場合のスイッチング周波数は 86kHz でした。かなり高くなっています。このように MOSFET をスイッチングすることによって変圧器にかかる電圧を変えます。そしてその電圧が変わったことによって時速も変化しますので、変圧器の西側に電圧が出てきます。 MOSFET がスイッチングしますけども、そのスイッチングした時に MOSFET に大きな電圧がかかります。黄色い波形は MOSFET の両端にかかっている電圧です。拡大してみます。これが MOSFET にかかっている電圧の拡大波形です。一瞬だけなんですけども 400V 近くの電圧がかかっています。フライバックコンバーターに使っている MOSFET の帯電圧は 650V です。なのでこの電圧は 650V 以下に抑える必要があります。 MOSFET の両端にかかる電圧を 400V に抑えられている理由なんですけども、砂場回路を使っているからです。砂場回路がない場合、電圧はもっと高いところまで上昇して MOSFET を壊す原因になります。なのでこういった回路に使われる MOSFET を守るために必ず砂場回路が使われます。変圧器の1次側の巻き線がこちらにあります。そしてこれが2次側の巻き線です。変圧器の1次側は4つ巻き線が出ています。こちらの2つの巻き線はメインの電流が流れるところです。そしてこちら2つの巻き線は補助巻き線と言います。補助巻き線はフライバックコンバーターを制御するための IC に電力を供給します。使われている IC の名前は分かりませんでした。ただし使われる IC の種類というのは大体決まっていて、フライバック IC というのが使われます。テキサスインストゥルメンツの IC が使われているかどうかは分かりませんが、もっと安いやつが使われていると思います。コスト削減です。変圧器2次側の巻き線が低圧側の回路につながっています。低圧側の回路につながっているのは変圧器2次側の巻き線以外にももう一つあります。これは Y キャパシタです。もともとこの部品が何に使われているかというのは分からなかったんですけども、前回の動画でコメントをいただきました。ありがとうございます。この Y キャパシターという部品はコモンモードノイズを減らすことによって放射ノイズを減らす効果があります。変圧器2次側から出た線は低圧側の回路に接続されています。その線は基板表面にある導電性高分子コンデンサーと基板裏面にある MOSFET に接続されています。こちらの MOSFET は通常の場合ショットキーバリアダイオードが使われます。ただ今回の場合は MOSFET を利用した同期整流回路が使われていました。なぜ同期整流を使うかというと、ほとんどの場合で損失が少なくなるからです。つまり電力効率が上がります。例えばこちらの回路で 1A の電流をそれぞれ流してみたいと思います。上の回路はダイオードを使った整流回路です。例えばダイオードの順方向の電圧効果が 0.8V だったとします。この場合ダイオードで発生する損失は順方向の電圧効果かける回路に流れている電流で求めることができます。なので 0.8W の電力損失がダイオードで発生してます。一方で MOSFET を使った同期整流の場合はどうなるかというと、 MOSFET というのはただ単純に抵抗のように振る舞います。 MOSFET の温抵抗が 0.1 オームだと仮定します。この場合 MOSFET で発生する電力損失は電流の二乗かける MOSFET の温抵抗で表されます。なので 0.1 ワットの電力損失が MOSFET で発生していることになります。これはダイオードを使った整流回路と比べて非常に低損失であることがわかると思います。ただし同期整流にも欠点があります。それは回路構成が複雑になることです。 MOSFET をオンオフするための IC が別途必要になります。それによりコストも上がります。最終的に高分子コンデンサーで安定化された電圧が USB の端子に出力されます。いろいろな変換の過程を経て交流 100V が直流 5V になります。そしてこのようにスマートフォンの充電ができるわけです。
ということで、アンカーの USB 充電器の中身と動作原理について解説してきました。 USB 充電器なんですけど、基本的な回路構成はパソコンの AC アダプタと同じです。コンセントから来た電圧を直流の 5V に直してあげるだけです。充電電流の管理は全部スマートフォンの方でやってます。なので USB 充電器は本当に電圧を出すだけなんですね。ということで、若干難しい部分もあったと思いますが、動画のご視聴最後までありがとうございました。もしこの動画参考になりましたら、コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。